皆さんこんにちは。週末モデラーのじゅんさんです。今回は青島12分の1ホンダモンキースペシャルパーツ竹川カスタムバージョン2の開封動画です。モンキーとゴリラといえば、我々40代から50代のおじさん世代はキュンとくるバイクなのではないでしょうか。独特の小さな車体が子供心に突き刺さりましたよね。カスタムベースとして人気で、実はスーパーカブに並ぶ超ロングセラーマシンだったりします。このキットはモンキーに竹川のカスタムパーツをセットしたものになります。青島のモンキー竹川カスタムはこのキットの前にバージョン1がありまして、こちらはバージョン2、最新キットです。特徴は渦巻き状のトルネードマフラーですね。それでは箱を開けて中身を見ていきましょう。モンキー自体が小さなマシンなので12分の1スケールですが、箱もランナーも小さいです。メッキパーツの袋。通常ランナーの袋、デカール。デカールはモンキーゴリラ共通ですね。説明書。中身はこんな感じです。パーツ数は少ないですが、メッキパーツが豊富という印象です。クリアパーツが入っていないのも気になりますね。説明書を見ていきましょう。第1ステップはフレームに後輪を取り付けてエンジンのクランクケースを取り付ける工程です。スプロケも一体化しており、アームも固定なので構造はシンプルですね。次にサスペンション、シリンダーブロックなどをつけていきます。リアキャリアについて細かく書いてありますね。ブレーキランプ、リアウィンカー、フェンダー、タンク、シートを取り付けていきます。もう車体の7割は出来上がってきますね。ここでカスタムの目玉、トルネードマフラーをつけて本体は完了。フロントフォークを組み立て、ハンドルやミラーなどを外装品の取り付け、オイルクーラーの取り付けもありますね。最後にゴムチューブでパイピングして完成という流れです。フロントフォークのところがちょっと難しいかなという感じですが、非常にシンプルな構造なので組み立ての難易度は高くなさそうです。ランナーを見ていきます。最初はメッキパーツのランナー、カスタムパーツのランナーが入っています。トルネードと書いてありますね。ホイールやクランクケース、リアキャリアなどもメッキパーツで用意されています。これは標準仕様のマフラーですね。今回は使用しないですが、これはこれでかっこいいです。メッキじゃない通常ランナーも見ていきます。基本は黒いランナーで、タンクとフロントフォークが別に赤い成形色で用意されています。こちらはカスタム仕様のシートですね。こっちが標準仕様のシート。シートの形状は標準仕様の方も私の好みです。可愛いですよね。タンクとフロントフォークのランナー、タンクは一つのパーツでできているので合わせ目を気にする必要はないですね。これは地味に助かります。これはタイヤとゴムチューブが入った袋ですね。開けてみましょう。タイヤのブロックパターンはしっかりと入っていて気持ちいいです。ただバリはちょっとひどいかな。しっかり処理したいと思います。あとはゴムチューブです。
中身を全部見たので、早速一旦全部切り出してみました。パーツ数が少ないので、全パーツ並べてもこれだけです。こんな感じでエンジンがあって、フロントフォークがあって、フェンダー、マフラー、シート、タンクと、小さいながらしっかりバイク模型な感じが面白そうです。さて、次回は仮組みをしていきながら、組み立ての注意点や塗装箇所のポイントを確認していこうと思います。どうぞお楽しみに。